本日のテーマはですね、ハビットスタッキングについてご紹介します。まあ、簡単に言うと、このハビットスタッキングっていうのは何かっていうと、習慣を身につけたいと思った時に、まあ、一つの習慣に次の習慣をつなげていくっていうテクニックがあるんですよ。要するに僕らが考える習慣っていうのって、まあ、自然に行えるもんですよね。ほっといても勝手に、まあ、例えば歯を磨けるとか、朝起きたら筋トレをするとか、なんか勝手に成り立つもの、これが一応習慣というふうに言われるんですよ。で、このハビットスタッキングなんですけど、実はこの、そのいわゆる習慣をつなげていく、やっぱりこう一個の習慣を一個の習慣で終わらせるんじゃなくて、ある行動を習慣化させたら、その次、そしてその次っていう風に習慣をつなげていくってことが実は大事よねっていう、まあ、研究とかあるわけなんですよ。で、これじゃあ実際研究として習慣ってつなげた方がいいんかどうかっていう話なんですけど、これ結論から言うと、実はまだ世界最先端の研究になりまして、ハビットスタッキング、習慣をつなげることに関する研究ってほとんど行われてないんですよ。だから実際その習慣をつなげるっていうことをやった方がいいのか、それとも習慣をつなげることに効果がないのかっていうのは、実は科学的には分かってないんですよ。だから逆に言うと、まあ、この動画を見てやる皆さんは、まあ、世界最先端のことをやることになります。はい、ただ、このハビットスタッキングっていう習慣をつなげるっていうことは、実は意味があることだというふうに理論的には言えまして、なんでかっていうと、習慣って基本的には状況で決まります。だからほとんどの人が仕事をするとか筋トレをするとかってことが習慣ができないにはたった一つで、環境設定とか状況設定ができてないんですよ。どういう状況でこれをする、どういう環境でこれをするってことが決まってないと、人間って、まあ、無限に無駄なことをし続けるわけなんですね。だからそれを止めるためには、やっぱりその習慣化ってのは大事よねということが言えるわけなんですよ。はい、でこれは実行意図っていう考え方でもあって、例えば、まあ、分かりやすい例で言うとね、研究で言うと、じゃあ毎日腹筋を50回しようっていうふうに決めると、大体挫折するんですけど、例えば家に帰ってリモコンを取ってテレビのスイッチを押すということをするときに、テレビを見る人はね、テレビのスイッチを押す前にリモコンを見て、リモコンに腹筋50回って書いてあるわけですよ。で、書いてあったら、あ、それを見てスイッチを押す前に、まずは腹筋50回をテレビを見る前にやって、それからテレビをつけるっていうルールをつけると、これも圧倒的に習慣化されるんですよ。毎日テレビ見る人はこれだけで自分がやりたいことができるようになるんです。で、こういった実行意図って言うんですけど、物事の行動とか習慣化をしやすくなるテクニック自体には効果があって、で、これって普通に考えると一個一個そのトリガーを作んなくちゃいけないんですけど、引き換えになるトイレに入るとか、ただ冷静に考えた頭に人がいて、一個目の習慣をやれたら次の習慣をやる、でそれができたらその次の習慣をやる、次の習慣をってやってったら、永遠にさ、いい行動とか習慣ができそうじゃないですか。で、それを思いついた天才がいまして、実際僕もこのハビットスタッキングっていうテクニックを使ってるんですけど、かなり効果あります。つまり、これのいいところが何かっていうと、小さな毎日やってる習慣を起点に、朝起きて歯磨きするってこととか何でもいいんですよ。これを起点に無限に作れるんですよ。自分のやりたいことを。まず最初は、自分が普段やってる習慣っていうのをベースにして、そこに他の習慣をくっつけていくんですよ。で、これだけで大きなことができるんです。はい。で、これ何が大事かっていうと、習慣って面白くて、1個目ができると次もできるんですよ。だから1個目はなるべく簡単な習慣にする。で、その次もちょっとだけ難しいけど簡単な習慣にする。で、さらに次はもうちょっと難しい習慣にしてってやっておくと、どうなるかというと、普段自分だったら勢いがついないと絶対できないような行動とか習慣とかもこれできるんですよ。だからこのハビットスタッキングっていうのは、皆さんも使うと今までできなかったような難しい習慣とか行動っていうのを習慣ができます。そしてその一番最初にやる習慣では、さっき言ってみた歯磨きぐらいの、まあ、小さいですね、テクニックっていうのがすごく大事になってくるんですよ。で、今回はそんななかなか普通の習慣を作るのが難しい方のためにですね、ハビットスタッキングのコツみたいなものをですね、先行研究をベースにですね、ご紹介していこうというのが今日のテーマになってきます。はい。なんで今日の放送を見てもらうと、皆さんは多分習慣無限に作れます。はい。まずは一つ目のポイントが具体性というものです。はい。基本的にですね、ハビットスタッキングみたいな風に習慣を無限に続けていこうっていう風なことを行う場合って、具体性が超重要です。具体的じゃないテクニック、例えば、なるべくこうするとか、なるべく多く本を読むみたいな、こういうことをやってしまうと、スタッキングするのが難しいです。なぜかというと、二つ理由がありまして、どこで終わったかわからないと、次の習慣に行けないんですよ。当然そうですよね。なるべく本を読もうと思ったら1日読んじゃうけど、本をまず30ページ読もうと思ったら明確ですよね。で、そういうふうに
必ずいつ終わるのかってことが決まってる行動をベースにするっていうのが大事だから、具体性っていうのはいつ終わるかっていうのを明確にするってことなんですよ。まあ例えば会社が終わったらまず30分瞑想するみたいな、でそういうのって会社の終わりってむずくないですか。つまり会社が終わったっていうのは会社の仕事が終わってお疲れ様でしたって言ったタイミングなのか、電車に乗ったタイミングなのか、家に帰ってのんびりしようとかでソファに座ったタイミングなのか、わかんないですよね。そう、実はこれもう皆さん覚えてください。習慣化の神様はですね、曖昧さを嫌うんですよ。だからもう絶対にこのタイミングでっていうのが決まるようにしないとダメなんです。でこの具体性っていう一点を守るだけで習慣化の成功率は倍以上上がります。YouTube だけで見てる方はここだけ覚えてください。タイミングが明確にしてください。でこれどれぐらい明確かっていうと3秒ぐらいで把握できるぐらいがいいです。例えば会社が終わったら瞑想するっていうのってふわっとしてるじゃないですか。だからそうじゃなくて、会社が終わって家のドアを開けて家の中に入ってたら5分以内にリビングに座って、リビングのソファーのこの場所に座って瞑想を30分やるみたいな感じです。こうすると時間が確定しますよね。ドアをくぐってから5分以内に瞑想を30分やるみたいな感じ。そうするとこれで一気に習慣化の成功率が上がるんですよ。ほとんどの人はタイミングを規定しないんです。だからよく人生ってタイミングって言いますけど、これ何かっていうと自分がする行動を明確にタイミングを決めれてる人は人生で大きく飛躍するわけなんですよ。だからそういう風に具体性ってのが大事ですね。タイミングを具体化することの方が大事です。だから大抵習慣化をしようとする人って行動を具体化しようとするんですよ。腹筋をするとか筋トレのメニューはこうしようとか。大事なのはタイミングの方です。始めりゃ何でもうまくいくんですよ。だからその一番大事なのは始めるためのタイミングを明確化するってことなんで、はい、それを考えるのが大事ですね。だから結局脳内に疑問が出てきたらそれは習慣化のその効率が落ちるんですよ。だから頭の中に疑問が起きないようにするのがすごく大事です。例えばさっき言ったみたいに会社が終わったらとか、朝起きてちょっとしたらとか、朝食の前にとか、朝食の前にってどっからが朝食の前なんだろうとか、朝起きてって言うけど、いやベッドから飛び出した瞬間なの、それとも朝起きてシャワーを軽く浴びた後なのとか迷うじゃないですか。でこの迷いが残っちゃうと新しい習慣に僕らが取り組む確率って下がるんですよ。なんでかっていうと人間は迷ったら常にいつもと同じことをします。そう思いません？例えば飲み屋さん行って何飲むって言って、どれがいいかな迷うな、まあ、とりあえずビールでとか言ったことありません？とりあえずビールっていうのは迷った結果元々の習慣に人間が戻ってるってことなんですよ。だからもし皆さんがやってる行動で元々いつもやってることに戻る瞬間があったら、これ気をつけた方がいいです。なぜかというとそれは皆さんの心が怠惰になってるからです。でこの怠惰さというのが実は習慣化の罠になってくるわけなんですね。はい、だから迷わせないようにするというのが大事なんで、タイミングを具体化するっていうのがもう1個目の超重要なポイントですね。もうこれだけでも人生大きく変わるんで、ぜひやってみてください。